ナウシロのモンスト PS 道場。はい、皆さんこんにちは。ゲームイズラウピロデシです。はい、皆さんこんにちは。シロです。というわけで、はい、前々からね、言っておりました。モンスト PS 道場、はい、今回、まあ、0回目ということで、はい、まあ、今後何をやっていくかとか、これをやってほしいとかの、コメント欄の、ね、募集であったりだったりとか、あとは、まあ、なんでこれをやろうとね、思ったのかっていうところをちょっと、うん、まあ1回目かっこ0回目ということで、うん、やっていこうかなと思っております。はい、はい、まあ PS 道場自体は、うん、もう結構1年半ぐらい前ぐらいから、うん、こういうのやりたいねとか、話はね、うん、出てたとは思うんですけども、ちょっともう流れになってしまって、うん、まあ、いつやんのっていうね話になってたとは思うんですけども、うん、まあ、僕が、ランク去年ね完走したあの段階で、まあ、次の目標としてね、やっぱりもう少し PS をね、上達したいし、まあ、見直していきたいっていうのもねありましたので、まあ、長くやっているからこそ忘れていることや、うん、まあね、うん、普段は感覚でやってるけどなんか言語化とかできてないこととか習慣化できてないことをここで改めて、まあ、シロさん含めつつ教えてね、もらおうかなとか、動画でできたらなというのが、はい、発端ではあります。はい、はい、そうですね。どういうことをやっていくかっていうと、うん、そのまだやっぱ近畿が勝てないとか、うん、覇者勝てないとか、まあ、キャラゲーになりつつはあるんですけれども、うん、ある程度やっぱ知識で乗り越えられる部分も少し多いかなっていうのは思ってるんですよ、うんうん、でイレバンばっかでクソ食えって言ってもこの角度でイレバンするからイレバンしてるんだよとか、うん、あと、まあ、どうしようもない入れ歯とかはやっぱあったりしますけど、うん、まあ、なんか知識で今勝てないとか今苦手意識を持ってるってところがちょっとちょっとでもなんか解決ができるきっかけにならないかなっていう知識をねちょっとずつ入れていこうかなとは思っております。うん、で僕自身も知識がある方ではないので、モンスターストライクの細かい当たり判定とか減速率とかに対して相当な知識があるわけではないので、まあ、なんか他の方の参考にさせていただいたりっていう言葉を借りてとかいうこともあったりするとは思うんですけど、うん、ある程度なんかその知識のことを話していけたらなとは思っております。で、まあ、なんかちょっと自分が認識してるそのこう思ってたけどみたいなので、はい、なんか間違ってることとかもあったりするじゃないですか。なんかそういうので僕らが間違ったこととかも多分結構言ってくと思うんですよ、うん、なんでそういう時は、まあ、なんかコメント欄とかで教えていただければなっていうのは思ってます、うん、はい、なんである程度普段どういうこと考えてるのかなっていうのをちょっとやっていこうかなと思ってます、うん。でまあ、他にも、ね、はい、他の実況者さんもすでに、うん、いろんな豆知識の動画であったり、ね、すごい役に立つ、ね、情報を出しているとは思うんですけども、うん、まあ、その辺も踏まえつつ、うん、後ろなりにちょっと ね、 いいかね、そうモンスト PS 道場という形でやっていこうかなと思いますので、うん、皆さんぜひ、見ていただければと思います。はい、後ろのモンスト PS 道場で、まあ、今後どういうね内容をまずやっていくかというと、うん、まあ、最初はね、まあ、ここに攻撃の仕方出てるとは思うんですけども、うん、まあ、どういう角度で矢印引っ張ってるのっていうのとかを、うん、まとめた、まあ、ショット入門編みたいなものをねやっていこうかなと思っております。はい、まあ、これからどういうことをやっていくっていうのは具体的な動画を出そうと思ってると、うん、僕結構その自分が知りたいってこともあって調べることが多々あるんですよ、うん、以前まだ記事をやってた時、うん、モンスト班にいた時、もう今モンスト班じゃないんですけど、うん、モンスターにいた時とか、 なんか全モンスターのメテオ倍率を急に調べ始めたとか、あと、まあ、いろいろね、そのチェインメテオスとかもなんかどういう風に素浴びに何が乗るのか乗らないのかとかいろいろ調べたりしたんですけど、なんかそういうのを細分化してやっていこうかなと思います。だからメテオエッセスだったらこの順番、今メテオ倍率誰が1位なんだろうとか、でも実際威力は攻撃力にかかるからメテオ倍率が1位って言われてもそれ以上威力出せるやついますよとか、そういうのが多分パッて分かんなくないですか今。分かんない。いや、マジで分かんない。メテオ追撃、キラー対象も含み、100万を超えるダメージのメテオ出せるのは誰と誰と誰ですか、うん、みたいに言われても分かんないじゃないですか。うん、なんで、そういうのを一つ一つ、なんか、豆知識という形でね、うん、やるときもあるかもしれないと。うん、で、今一つ思ってるのが、SS を部門分けしてね、ランダム SS ってどうしてこういう風にダメージが出てるのとか、うん、なんか、敵に張り付いてヒーリングオールの回復に使えるランダだったりとか、うん、あと、ご存知ない方もいるかもしれないですけど、重複ランダって言われる、うん、2体に同時に当てて、ダメージをもっと伸ばすランダムの方法とか、うん、いろいろなんかそういう SS も使い方があるじゃないですか、うん、そういうのをなんか部門別にやっていこうかなっていうのが一つ今後のやりたいことの一つですね、うん、もう一つが、まあ、過去に活用紙とかが出してたのかな、
多分そうですよね、うん、あの僕も参考にさせていただいた動画があるんですけど、ああいうあと石島さんの門内とかあと志郎君とかもね出してると思う、はい、のがいっぱい出てるんですけど、うん、分かんないじゃないですか。いやーね、それ知りたい。角度とかそのそういう角度言ってもさ、実際意識してモンスト多分角度を意識してとかやってる人ってそんな多くないと思うんですよ。マジやってないからな、うん、なんでどっちかというと僕はその角度ってこういう風に考えてますよっていうのももちろん話すんですけど、うん、それをどういう風に習得していくかって方をちょっと話したいなっていうのを、いやすげえ知りたい、うん、思い出すね。僕もわからないっすね。わからないんですよね。 でもそれがでも体験できてるからね、はい、でも必要なことは、うん、多分僕がモンストやってる上でなんかその今回ちょっとお話しするのは、うん、完全にその動画とかも何もないんですけど、うん、気の持ちようとタイプ分別みたいなのがあると思ってて、うん、あ、はい、そのお話をちょっと今回はだけさせていただこうと思います。あ、もう、はい、教えてくれる。あ、それを今回言って、うん、今後その視聴者さんにどういうのを教えてほしいとか。あ、なるほどね。あ、分かりやすい。なんでこの友情ってこのヒット数なのとか、うん、当たり判定ってなんでボス4つあるって言われてるのとか、うん、貫通でなんで多段することあるの、うん、とか。あと友情も、まあ、そうだよね、うん、友情もなんか一発の威力なのになんで2発分ね出てんのとかね。そうですね、2発分出てんのとか、3発とかがいろいろ多分細かいことをね掘っていけば、うん、掘っていくほどあると思うんですよ、うん、なんでそういうのを細かく言って、あ、そうなんだぐらいになってくれればなと思います、うん、でできれば活かせるやつがいいかなと。そうだね、はい、思ってるんで、うん、なんか何々が知りたいって言ったら多分それ聞かれても僕今の段階では知らないんですよ、うん、それ全力で調べてくるんで、うん、ぜひね、その案をいただけたらなと思います。だから一緒に勉強していきたいですね。そうですね、うん、で今柴田さんが言ったように結構その素材となるね、うん、動画とかで準備だったりとかで、うん、更新頻度自体は多分ねそんなに多くないですね。週最低でも1回1回出せたらいいかなって感じ、うん、2回とかになると思うんで、はい、毎日とかっていうところなんだよね。ではないですね、ないとは思うんですけども、はい、その辺含め、うん、皆さんもぜひねこういうの作ってほしい、ああいうの作ってほしい、あれば意見いただければ、ね、あれば嬉しい。別にこの動画だけじゃなくてね、リプとかで何でもいいんで、僕らに届くものの形で教えていただけたら、うん、まあ、それを頑張って調べてくるんで、うん、それなりの結果を出して動画にしたいなと思ってるんで、ぜひね案をいただけたらなと思います、うん、で今日お話しするのはですね、第1回ってことでもうショットも何も関係なく、うん、まあ、どういうポイントがなんかその PS とかにつながるのかなっていう、うん、その PS とは何ぞや。あ、確かにね、まず PS の定義はしていいかもしれないな、はい、ですね。でこれ僕らっていうか僕が考えたその PS の定義なんで、うん、そのこういうピンチの時にカーンって決めるっていうのがうまいって人だったりとか、うん、安定してある程度1反射2反射を決めていくよっていうのがうまいなのか、うん、人にそれぞれ違うと思うんですけど、うん、今から言うのは大体そのうまいって評価されるポイントのお話、うん、で分別が5個あると思ってて、僕感覚、はいはい、12つ目が分析、うんうん、で3つ目が思考回数、うん、で4つ目が固定で5つ目がチートです。これが多分見ててうまいってなる。4と5は気になるな。はい、あれになりますね。で1が何かっていうと、うん、感覚っていうのはいい感覚と悪い感覚があって、うん、で感覚派ストライカーとか言われたりする人いるじゃないですか、うん、まあ、アリスーさんとかが言われたんですけど、いい感覚はもう分かっちゃうんですよね。このぐらいだったらここにこういう風に戻ってきてみたいな。あ、はい、これは多分結構その今モンスト実況界の中ですごい上手いって言われてる方々がもうなんか自然とできちゃってるってことなのかな、ね、うん、これは3の思考回数にもつながるんですけど、うん、これがなんか上位いっちゃうともその感覚でポンポンポンっていって、だから上手い人は僕たまにいいショットになることあるじゃないですか。そういう時僕考えてるんですよ。でこう考えてやっと導いた、うん、入れたっていうのが多いんですけど、うん、感覚の人の特徴は打つの早い。マジでこの辺って言って、うん、自分のそのこの辺って思った感覚がブレる前にパンって打つですよね。いや、それそうね、早いのなんかそうだわ、はい、ニアイコールな、うん、ニアイコールですね、あるね、はい、うん、これが一感覚っていうそのポイントなのかなっていうのがある、うん、あれは多分ね見てて多分びっくりすると思う。なんであれできんのって言われたらもうそれ感覚なんで多分慣れないんですよね。持って生まれたその変な言葉を使うと天才的なあれだと思う。うますぎちゃうとそう思っちゃうよね。そうですね、それが多分感覚っていう感覚ストライカーって言われる人なんじゃないかな。まあどういうのかっていうと打ったキャラがどんぐらいでどこで止まるとか、うん、ここでこうヒットしてこの辺止まるだろうなっていうのが打つ前から大体使い込んでるキャラだったら分かっちゃうとか、うん、あとこんぐらいの角度で打つと入れ板するだろうなみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか。なんで一度よくわかんないコース取って、うん、もう一回戻ってきて角度直すっていう言葉よく使うと思うんですけど、うん、角度直すって言葉とか使うのがその一応感覚で、あ、入れ板する、うん、違うショット打たなきゃってなるのが感覚ですね。あとは角度の感覚っていうのはもうパッて振ってポンポンポンガーンみたいな、うん、ああいうのも結構感覚なのかなと。 2の分析
これ2つ目なんですけど、これはもうなんかギミックの知識とか、はい、これもねラウドラーのここのヒーリングパネル何回復するんで、うん、こいつのスピードだったらこんだけここで多分往復できるじゃないですか、うん、で6000回復するんで次の8000の攻撃は多分耐えれますとか、うん、このギミック知識、あとはワンパンラインの計算とかよくやられてる方いるじゃないですか、うん、これがまあ分析のあれなのかなと、うん、攻撃力何歩以上持ってればこいつはこうワンパンできるんでここ楽ですよねっていうのか、うん、あとはまあ敵の攻撃を全部把握、うん、で味方の配置とか言われるものあるじゃないですか、うん、配置とかの把握、あとは次このダイハードキンハードになりますとかのステージやってる最中に分析が入ってると。で一番大事なのがターン経過後の把握って言われるもので、ピロさん次レッドリドラ打つじゃないですか、うん、その時に次来るのってグリーンリドラ、ブルーリドラ、あのよくわかんない犬じゃないですか、うん、そいつらが次何するかっていうのを考えて、そいつらが楽になるようにしてあげた方がいい。グリーンリドラ次楽になる、はい、でこいつ今ボス殴るよりグリーンリドラ、ブルーリドラ、あとあのワンワンが弱点投げれる可能性が高いじゃないですか、うん、なんでリドラは上の雑魚処理って3ターン後に任せるみたいな、ちょっとやってみようか、はい、これはもうあいつ処理できるかな。オッケーオッケー。でこの殴りやすい方のやつでボスを殴るみたいな、うん、これも極論ですけど、で、はい、上行ってこんぐらいかな。こいつの判定オッケーオッケーオッケーで、なんかその今やるより後のキャラでやった方が楽になるよねみたいなのの把握がすごい良くて、うん、あの1反射2反射狙って右下のやつ倒しに行く、でも2ターン後に来るやつで倒した方が良くないみたい な、うん、なんか先のなんか手を読むっていうのが結構分析の人で分析よく深いな、ね、であとはよく一緒に上手い方と僕やらせていただく機会がすごい多かったんで、うん、そこから盗んでくるとパッてステージ入った時にもう誰が何するかっていうのを4って決めちゃう人多いですね。頭の中でそのもう慣れだと思うんですけど、やりまくってるとそのこいつがここやって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 4手先ぐらいまで考えるんですよね。でそこからずれた分をなんかショットのうまさとか、あとは臨機応変に対応していくっていうのが取り戻していく、はい、が分析ですね。であともう一つ初見の M4 さんとか、あの僕らも初見でやらせていただいてますけど、敵判定これもめちゃくちゃ大事かなって思ってるんですよね。敵がどこから当たり判定があって、いや自分はそれ、はい、それマジわかんないんだ。今ピロさんが下からこういう風に言ったじゃないですか。 あれも今当たり判定完璧だったじゃないですか。ちょっとずれると下側でカンカンしちゃう、倒せないってなったりするんで、敵判定の分析もこの分析って方に入るのかなと。今年のラウドから意識し始めたもん、それやっと。そう、敵判定っていうのはかなり重要ですね。これまあ入れ版とかにもかなりつながってくるんですけど、あと弱点の位置とか、弱点の位置ってただボス超絶爆絶とかボスパーって思い出してほしいんですけど、全部のやつの弱点の位置言えますかって言ったら多分言える人ほぼいないと思うんですよね。なんでめっちゃ難しいそれ、はい、なんでそういうのもその分析っていうジャンルの上手いって言われる人に入りますね。だからこれね、すっごいメタ発言っていうかあれを言うと、この分析側の上手い人は上手いって言われないことが多いですね。僕かなり上手いって思ってるモンスタープレイヤーの方いっぱいいるじゃないですか、でも分析タイプってあんまりパッて世間的には上手いって言われてないイメージがすごい強い、はい、次3、はい、思考回数。これはもうやるだけっすね。これ一時期僕そうだったんですけど、覇者がめっちゃ盛り上がってた時、31回来たり36回とか来たりとかした時に、僕これだったんですけど、もうひたすら別にそんなやんなくてもよくないっていうクエストをやり続ける、うん、やり続けるんですよ。だから最近でこれ試行回数でそのクエスト得意になったのはラグナロクとかっす、はい、でやりまくってるとあれこっちの方がよくない、こっちの方がよくないって言って、あじゃあこいつここでこういう風な打ち方するならこういうの方がよくないみたいなのが出てきて、やっぱ1回やってクエストやったクソ上手い人と100回クエストやった普通にモンスターができる人だったら多分こっちの方が上手いんですよ。これがなんか試行回数で、まあ、努力って言われるところですよね。まあもうトライアンドエラー繰り返しながらってことで、ね、ひたすらその自分のちょっとっていうかモンスターを最適化していくみたいなのが試行回数ってところに当たるのかなと。で試行回数はなんかやっぱ好きなクエストがあって、その好きなクエストをその人にやらせると見えるものがいっぱいあるかなっていう、そのクエスト理解がズバ抜けたりとかがあって、試行回数っていうのは結構動画とかになったら結構見てて面白い気がする。だからグランプリとかにつながりますね。ああまあでもそうだよね、はい、極めてくる、同じひたすらやるのとかね。であと固定4番目ですね。これは、うまいんですけど、なんかその言われたことを絶対やるっていうか、その例えば、
何がいいかな、ヤマタケの一手目って下の雑魚にはまることが多いじゃないですか、うん、あれをカーンはまった後にチュッてずれるじゃないですか、うん、あるじゃないですか、ずれる時もあるとか、他属性でいくとあいつ残ることあるじゃないですか、うん、じゃあ100回やって100回絶対にずれないで倒してくださいって言われたら、もうそれひたすらやり続けたらうまくなるんですけど、うん、絶対に初期位置っていうのがモンスターって、うん、全部で一時期8箇所とかあったのかな、うん、スタジアムの方だと、なんですけど、その初期位置ごとに矢印を引っ張って、ここに引っ張って、うん、目印をつけとけばそこにはまった時にズレもしないで絶対倒せるっていうのを、うん、その初期位置ごとにつけとくみたいな。マグメルの初手とかですね、マグメルの初手とかって神社博士の本狙うと簡易っていうのを、はい、天使倒すじゃないですか、ああいうのを固定打ちって言い方しますね、うん、これもなんか一個のうまさで、うん、それをなんか例えば山竹で1回目ボン入るじゃないですか、うん、ここに止まるじゃないですか、うん、こっからの固定打ちっていうのも作れるわけですよ、絶対にそこに止まるっていうポジションからって結構固定打ちっていうのが多くて、うん、だから、ま、鬼のマッチとかもそうで、鬼のマッチとかもそうで、ね、ステージ超えたとかね、はい、ああいうのが固定っていうジャンルに入るのかなって、目印だったり、確かにな、うん、それをすぐ見つけたりっていう人もいるもんね。そうです ね、あれはもう相当すごいのかなっていう、だからあれはまあステージ制作者さんが相当すごいですね、うん、まあ確かにね、モアン回答ってことだもんね、つまりね。これだとなんかね、結構ひらめきに多いっすね。あひらめきの遊戯場に固定打ちっていうのはすごい多いかなと思ってます。今のところひらめきいっぱいやってきて、うん、固定打ちっていうので有利になる状況を作れるのは、ガチで運極周回する人とかと、あとはひらめきの遊戯場。そうだよ、ね、はい、で、5のチートはもうちょっとどうしようもないんで、無理っすね、これは。これはなんかでも、わかんないじゃないですか。チートないかチートどういうことだったっけ、なんか一応言うといた方がいいけど、ジャンル5つにしたくて、4つの中途半端なって、5個なんかねえかなと思って、あ、なるほどね、なんだろう、まあ、運とかになるのかな、じゃあですね、だからランキダンオートエムで全弾当てるとか、はい、まあ、これ全然ないジャンルなんですけどね、まあ、こういうなんかいろいろジャンルがあって、うん、まあ、それぞれに対してなんかでもこれは確かにやっていきたいなとは思ってますけど、ね、総合そのなんかよくあるじゃん、うん、チャートみたいなさ、うん、五角形のチャートがあった時に作れるね、これで、そうですね、感覚分析、思考回数、固定、うん、固定ってちょっとなんかジャンルとしておかしいかもしれないですけど、なんかうまいっていう見え方ってそういうのがあるかなっていうのは、うん、でもむっちゃ納得できた、はい、なんかそういうのに分かれますよね、うん、はい、でこれそうだな、そうですね、これが全部まとまってなんかうまいってなるのかなっていう、うん、あれですね、で毎回その誰がうまいと思いますかとかって結構やっぱあるじゃないですか、来ますね、で動画とかライブ見るじゃないですか、うん、基本ねライブを当てにした方がいいですよ、はい、うん、それはもう毎回思うんですけど、やっぱりその M4 さんとかって初見でライブやられてて、そこでの状況判断力とかがやっぱ見れるじゃないですか、だからそういうのなんかトータルしてうまいなのかなってすごい思ってて、まあ、うまいの定義は人によって違うかもしれないですけど、うん、あとなんか、あ、そうだ、あともう一個言おうと思ってたのが、うん、縛り、ナウシロのモンスト PS 道場軟体潰しとか、うん、あれ俺ちょっと違うかなと思ってるんですよね、あ、そうまいとは違う、なんかその話聞きたいな、初めてなんか世間的な話をすると、うん、これ YouTube 試作でも多分、まあ、ヨークロとかも多分取り組んでると思うんですけど、うん、縛ってるとうまいんですよ世間的には、うん、うまい、これそう、ね、はい、反属性キャラじゃないみたいな、そう、山竹非3体で勝ちましたとか、うん、そういう系の動画ポンポン上げてる人ってうまいって崇められがちで、うん、でもなんかちょっと違うかなっていうのはあるじゃないですか、なんかライブとかでスパーンみたいな、うん、まあ、これ完全に某スーさんとかなんですけど、うん、俺ああいうのかっこいいなって思ってて、なんかみんなでも盛り上がれるし、うん、そうそうそう、そういう僕の定義ですよ、うん、他の人は違うんですけど、だそういうのなんかもうちょっと、まみんなができるように一緒にやりたいなってのは思ってますね、うまく言えないですけど、うん、だから感覚分析思考回数固定の努力がズバ抜けてて、うん、その縛りができるってのに言ってると思うんで、そこは別にバカにしてるとかそういうわけじゃないんですけどね、うん、はい、完全に個人的にって話ですね、だからこの辺をなんかどういうふうに考えてますかとか、どういうふうにやってますかっていうのをみんなの意見も聞きたいし、それについてのなんか追求もちょっとそろそろしたいなって思って、うん、で今年の目標俺それになりました、モンスター知らないこと多いなって思って、いやそれ本当もうね、それあとやっぱ僕これ思ったのはずっとスタジアムやってたじゃないですか、うん、で今回スタジアム大会なかったんでずっと見る側だったんですけど、うん、やっぱ追求の仕方が違うなって、ジュニアグランプリとかもそうですけど、あ、ゲージ切って重力外して、あ、そいつそこに帰ってきてそうなるのかみたいなのとかも多いし、うん、ヒット数何ヒット
ト以上担保場で稼いだらここは倒せるっていうのも多分みんな把握しててとかもあって、そういうなんか細かいところのモンスターなんか知れたらなんかもうちょっともう一個上いけるかなみたいなのは思ったんですよね。なんでちょっと知らないこと知っていきたいなって思いましたね今年は。いや同じくだわ、うん、本当に知らないことちょっと多すぎますね、うん、知らないし忘れてることが自分多すぎる、うん、ヒットとかヒット数とかなんかもう今までね結構行ってこなかったんですよ。間違ってると思うんで僕考えてるのがなんで行ってこなかったんですけど、これを機にちょっと今回ねそれを勉強していきたいなとは思ってます。はい、なんで、まあ、その辺をねみんなで一緒に勉強していきたいなと思います、うん、まあでも間違ってたらねコメント欄で多分教えてくれるんでね、それを叩きであれなんであれ多分正しい情報は届けられると思うんで、うん、そのコメント欄とも一色で動画なんで、うん、やっていきたいですね、はい、これ面白いな、うん、これチャートどう自分100なんか自分のチャート作れる。そうこれで自分思考回数ですね。自分は多分思考回数が一番高いと思考回数が多分俺抜けてると思います。抜けて、はい、やってる量は多分多いと思うんで、うん、それぞれハクアとかもそうじゃないですか、うん、覇者党も、まあ、近畿はちょっとまだ覇者党の頃これ やれないですけど、いやこれ今全部自分低そうだな、うん、このチャートの、うん、チートのところが高い。チート高いダメでしょ、ダメでしょ、これなしにしよう、うん、5は運、うん、とかにしようか分かんないけど、あ運はでもどっちかだとね悪い方の感覚に入ると思ってますこれやばいな、チャートこれだから50、100でやったら多分結構だからそれ自分で見つめ直してどこ足りないんだろうっていうので一緒に動画とかで成長していけるといいですよね、うん、これいい話を聞けたな。いやまだ何も話せない。でもなんかその今までなんか明らかにしてこなかったと思うんですよ、うん、その上手い西尾さんが思う上手い人の基準とかその追求とかどういうことを思ってるのかって多分結構本当言ってなかった。部分部分でなんか、うん、言ってたとはね思うけど、うん、なんか言ってなかったし他の多分実況者さんもあんまりこういう話はなんか結構その、ね、うん、手の僕らのなんか手の内とかではないけど、はい、なんかねそういうことの話になってくるもんね、うん、結構モンストも長いタイトルになってもう包み隠しても仕方ないしね、うん、そうですね、うん、もうただたまに変わるっていうのがね厄介なところでね、うん、それがちょっとサイレントとかでも、ね、うん、ちょっとたまに変わったりするとかね、新作のセンスとか、うん、があるんですけど、なんか当たり判定とかはぶれないかなと思ったりするんで、うん、その何個ボスにあるとか、うん、どこに当たり判定があるとかもぶれないと思うんでね、その辺はちょっと追求していきたいなと、うん、僕も逃げてたんで、はい、そっからは逃げてたからな、うん、なんでちょっとネタさえくれればそこを全力でちょっと追求してこようかなと思ってるんで、うん、なんでそうですね、うん、だからちょっと具体的に知りたいことをねコメントなんで書いていただけるとね、こちらも助かります。はい、そうですね、はい、ぜひぜひその辺をいただければなと思います。はい、で、多分2回目は、うん、ショットの入門編みたいなことの動画になると思いますんで、うん、ぜひそちらもお楽しみに待っていただければと思います。はい。いやでもなんか良かったな、すげえ、うん。気が引き締まったね。うん、なんか。うん、やりたいですね、うん、それでちょっと今年はちょっと形がないんでね、僕のその目標は知りたいってだけだから勉強はしたいですよね、うん、はい、はい、皆さんコメント欄でお待ちしております。ぜひぜひ。いやまあでも本当にやっとやってくれて、はい、とりあえず良かったわっていう人はねちゃんとよくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回もゲームメダダジオの方からお送りしました、ナブプロデッシュでした。失礼でした。ご視聴ありがとうございました。クヘッ、アカウントを量産して何しろの流れ低評価をつけまくってやるぜ。やめてよー。